小贝尔诺萨可能小贝尔明天在哪门塞门诺萨呀可能你啦ウォールドシー、オーセーフ、スティービー、アドバンダー、ウィルスメイナー。お疲れ様です。じゃあ TV 中の人、うちはよしや。どんな始まり方やねんっていうね。お疲れ様です。うちは TV 中の人、うちはよしめって言います。よろしくお願いいたします。まあ、アーカイブでご覧の方はね、もう笑ってください。はい。何やわ、間違えたか、この動画みたいなね。昨日はね、ちょっともうね、限界を迎えてしまったんで、年末まで行きたかったんですけども、10月の5週ね、までやりましたんで、今回はね、霧のいいところで、まあ、行きたいかなと思っております。状況としましてはね、カブラヤオ、マルゼンスキー、東証ボーイね、エリモ・ジョージ、藤野パーシア、シアトルスルー、テスコガビー、テンポイント、グリーングラス、アレッチド、ヒシスピード、ギャラントダンサー、ファームドっていう形です。ですね。アファームドが JBC に最優秀に行くみたいですけどね。まあここでまあ普通にもう海外遠征を学んで JBC に最優秀して行ってもらえればもう大丈夫かなっていう感じでしょう。さあジョン・ヘンリーまだ出てません。アリダーに関してはまだこんな感じですね。ババさんが乗っていく感じですね。まあ来年タバラさんが出ますんで、タバラさんのところ行こうかなと思っております。それでは行きましょう。マルゼンスキーがなんか跳ねてますけど、10月の5週はね、もう1年2年目でシアトルスルーでまず1個目のメアのね、メアとの大人の階段登っていきましょう。10月の5週。江藤さんもこんばんは。リリックさん、須田さんとか実在してる人物なんだって初めて知りました。いや、結構有名ですよ。東大出てる人でね、馬券買ってるっていう珍しい人だなーって、結構昔からいらっしゃいますけどね。意外とやっぱり知らない人も知らないんだなって思いましたけどね。やば、まさか本当にブリーダーズカップ勝っちゃうなんて。お、来たね、イベント、お、来た、なんか、お、進むよ、イベントが。秘書っていけてんじゃん、と軽い気持ちで、まあでしょうね。意外とできる子だし、っていうね。なに、桜子さんなんか変なスクールやってるんですね。競馬の、ってか桜子さんのさ、学校やばくない？メアが卒業できるって。競馬に対する情熱っていうね。おー、なるほどね。したら世界への挑戦、特にアメリカ競馬、本当に難攻不落ですよっていうね。なるほど。おー、なるほどね。おー、俺のこと考えてんだね。やばいね。なるほど。ブリーダーズカップ勝ってないんですけどね。ブリーダーズカップの本命は勝ってなかったんですけどね。なんか勘違いしてくれましたね。メアリーターフでもいいみたいですね。さあ、336名の方ありがとうございます。ぜひともね、まだヒューマンのね、高評価をしていただけるヒューマンの方は39名って形なので、ぜひともね、高評価をしていただいて、私は人間だよと。人間になりたいっていう人と人間ですよっていう方はね、ぜひ高評価ね、いつも通り押していただければと思います。今回多分絆もらえる確率上がってますねっていうね。ちょっと待ってくださいね。すまない。すまなかったです。申し訳ないです。申し訳ないですね。ちょっと末っ子ちゃんがフィーバーしてしまったんで、それをちょっと今お片付けしてました。さあ、12月の4週でございます。シアトルスルー、アリダー。もう今日の集大成ですね。マルゼンスキー疲れてます。グリーングラスも疲れてます。東証ボーイ。テンポイントの追い風でしかないレース。行きましょう。ファンタストに普通に負けてましたけどね。史実だと勝つんですけどね。朝日杯サンサイス X をね。おかしいな。さあ行きましょう。スーパーカー。テンバ。いや、すごいですね。あ、三つどもえになりました。あれ、グリーングラスは？あれ、グリーングラスは？よくないですね。グリーングラスをね。よし、いいですね。さあ私はね、これから強烈なことをしようと思ってます。
目白のねかまど馬を海外に売りさばこうとしてます実はね、それだけやって今日は終わりたいと思ってましたね。さあ、マルゼンスキー、東証ボーイ、グリーングラス、1000ポイントね、TTG ではなく TTM だったっていうね感じですけども、行きましょう。ここがやっぱりね、馬丸豊かっていうね、外から東証ボーイ先頭、アリダーって呼ばれるアリダーって、東証ボーイ、お、東証ボーイだ。2番手は10ポイント東証ボーイ、いいですね、なんかいいですね、東証ボーイと10ポイントが両方とも同じ勝負服なんですけどね。3着にマルゼンスキー、これが2冠馬だ東証ボーイ、グリーングラスマっていうね。2分31秒4はレコードです。あーやっぱね、東証ボーイにこの男が日本国内だったら輝くんですけどね。ターフの魔術師を止めたっていうのはそうですね、やっぱ本調子じゃないのを理由にされちゃいますね、ここまで来ると。さあ、身体、お、身体強化っすね。めっちゃ仲悪いっすね。溝が最大まで深まったこと。溝が、テンポイントと東証ボーイの溝がね、最大まで深まったことで、身体強化の効果が生まれましたっていうね。この、クソ仲悪いじゃん。間を取り持つのがグリーングラスみたいな感じですね、これは。お、なんか来た。キュネさんなんだろう。おお、環境してた。ぶち切れてんじゃん。カートな、蹴り飛ばしに行きますからね。いや、近づけちゃダメだろ、この2頭。深い因縁っていうね。おお。自然と強度が上がり、瞬発力がパワーの向上が見た。あ、そういうのもあるじゃん。それいいじゃん。それいいじゃん。同じ反応、馬主と秘書。こういうのあるんだね。深い因縁を逆に生かしていきたいねっていうね。なるほどね。さあ、騎手の動向です。新人、あ、まだ来ないっす。あ、来ました、皆さんお待たせしました。19歳田村聖輝降臨です。いや強えな、元から中距離 B だし、ぜひ乗せます。もうぜひ全員田原ですね。全員田原聖輝になっていきますね。さあ、ということで本日ちょっともうここで終わりたいかなと思います。ぜひチャンネル登録高評価していただければと思います。引き続きね、ウィニングポストまだまだやっていきたいと思っておりますので、ぜひちょっとでも面白いなと思っていただいた方はチャンネルの登録よろしくお願いします。本日もマックス500人弱ありがとうございました。また次の動画配信も見ていただければと思います。それでは次の動画配信で、バイバイ。